街頭配布の準備中号外とは、突発的な事件、事故、災害やスポーツの試合結果など、世間の関心度が高いと判断されるニュースをいち早く伝えるために、街頭で販売、または配布される新聞である。その性質上、発行は不定期でしかも突如編集及び発行するものであり、日本では通常無料配布である。本校では主に、 日本での号外に関する外観を記述する。新聞は通常、発刊の度に通し番号が不満されるが、号外の場合は緊急特別の発刊であるため、発刊番号の対象外であるとされ、このため、号外と呼ばれる。本市では、発刊番号が記載されている欄などには、号外と記載される。号外発行の判断は、新聞社により異なる。このため、ある社が号外を出したニュースであっても、 別の社は出さないということは、当然にしばしば起こることである。ニュースの内容は一般に国家的な関心事が多いが、地方紙においては、その発行地域に関わるニュースに際して発行されることもある。やや緊急性が薄いと思われるようなニュースであっても、例えば新聞の発行地域における重大な施設、等の解説、開廃時などに号外が出されることがある。大阪府における例をいくつか挙げると、 1994年9月4日の関西国際空港開港、2003年10月7日のナンバーパークス開業、2008年4月9日の食い倒れ閉店発表などがある。号外の紙面は縮刷版には収録されないことが多い。大事件等に際して発行されるので、発行当時の世相を伝える貴重な歴史資料でもあるが入手。 閲覧の困難性と発行部数の希少性があるため、収集の対象ともなっている。号外の紙面を収録した書籍については縮冊版を参照。非常に稀だが、誤報で出されることもある。産経新聞電子版では、2011年7月7日の江沢民元、中国総書記死去。2013年10月10日の村上春樹、ノーベル文学賞受賞と2回にわたり、 誤報で号外が出された。校舎に関しては予定校のご経済であるとされる。スポーツ大会で試合の結果を速報で伝えるために号外が発行されることがある。例として FIFA フフワールドカップで朝日新聞が各試合ごとに発行した速報号外の紙面は後にワールドカップ速報号外集として祝冊版が発行されている。 2016年リオデジャネイロオリンピックと2018年ピョンチャンオリンピックで、朝日新聞が各試合ごとに発行した号外の、紙面は後にそれぞれ、リオ朝日新聞号外集2016、朝日新聞号外集2018ピョンチャンとして、祝刷版が発行された。また、2018年ピョンチャンオリンピックに関連して、読売新聞が発行した、ピョンチャン2018冬季オリンピック。 報道ダイジェストぴょんちゃんの輝きにも号外が収録されている。朝日スポーツキッズは2004年以後、柏レイソルのホーム、日立大での試合結果を速報号外として発行しており、年ごとに速報号外集として祝刷版も発行されている。また関連して、北海道、宮城県、関東、愛知県、京阪神、広島県、福岡県では、 NPB 所属の地元プロ野球チームが優勝した場合に地元の日刊紙やスポーツ紙が特別版などとして県都都心部などでの配布に限られるが号外を発行している。この場合はそこに至るまでの結果等を踏まえて記事本文以外のページをあらかじめ作成しておき優勝決定後記事、写真を入力して直ちに印刷する。ごく稀ではあるが 1>, 1日に複数回号外が発行されることもある。2001年12月1日には、スポーツ日本で愛子内親新能の誕生と 2002FIFA ワールドカップ組み合わせ決定の二度号外が発行された。社名入りの腕章をはめた号外班と呼ばれる配布員が主要な駅前や繁華街など人手の多い場所で号外が出たことを告知しながら、希望する人たちに配布するスタイルが 一般的である。公害班は新聞社の社員や関連会社の社員、系列の新聞販売店の店員で構成され、主要駅前等以外の場所では新聞販売店が時点の担当区域内で配ることもある。発行が有観配達時と重なった場合は販売店の応援を頼めないため社員で配るしかなく、1976年9月9日、 夕方の毛沢東市巨人の号外では、総務の社員まで借り出して配った社もあったという。かつては受け取るまで内容がわからないように裏返しで配布されたと言われるが、近年は通常そのような配り方はされていない。電子的な情報伝達手段が発達した1990年代、2000年代以降では、該当の電光掲示板や、携帯電話向けのニュース配信サービス等の普及により、 号外の意義や速報性などの優位性は急速に低下してきていたが一方で近年多発する大規模災害などにより電源が途絶した状況下では電子的な情報伝達手段を用いることが困難となるためかえって号外の役割が再認識されるようになっている。また制作手段に電子機器を用い印刷、製版技術も機械で自動化されることで 号外発行までの時間が大幅に短縮され、速報性を取り戻しつつある。近年では、号外の配布風景そのものをニュース素材としてテレビクルーが取り、当該ニュースの社会的重大性を印象づける指標として、号外が出たという事実を用いるということが、テレビ報道においてしばしば行われている。通常の新聞とは異なり、 特定のニュースのみを報道する目的で発行されるため2ページないし多くて4ページとなるのが大半で片面のみの印刷である場合もあるまた緊急性を重要視する性質上社国以外の広告は掲載されないことが多いがスポーツ等の号外の場合は稀に広告が入ることもある本紙に比べて見出しや本文の文字が大きいことも多いなケースとして 同じ日に重大な事件が2件発生した際に2つのニュースを両面で掲載する号外が発行されたことがある。読売新聞の号外は2000年代以降、週面はジャパンニュースの編集による英語の号外になっている。また、朝日新聞の号外は週面がヘラルド朝日編集による英語の号外になることが多い。また以前は鉄道、航空、 全便輸送が主であり、遠隔地の現地印刷がなかった頃、長官の早番地域では、締め切りが18から19時台であるため、プロ野球のナイター、あるいは国政選挙の即日開票の結果が、まともに掲載できないことを配慮して、新聞社がそれら遠隔地の読者に対応するための、速報号外を、販売店に、ファクシュミリ伝送して、本編に織り込んで配達したこともあった。 洋学者の柳川春さんが1868年に江戸で発刊した中外新聞は日本人発行の初の本格的新聞と評されるが5月16日前日の上野戦争の戦況を報じた特別版を別段中外新聞と題して発行した。これが日本初の号外とされる別段とは本紙の別ずり付録と号外速報の意味である。 当初は当日付の新聞の発行後に重大なニュースがあった時、本編に小さな紙を印刷してのり付けする、貼り付け号外と呼ばれるものが主体だったが、1876年3月2日、東京日日新聞が日本で初めて本編とは別配達、配布扱いの号外が配布されるようになった。報道機関としての社会的地位を確立した新聞は、 1880年代後半になると各社間で報道合戦を繰り広げるようになる。1889年2月11日の第2本帝国憲法発布に際して起こった号外合戦はその最初の大規模な例となった。朝日新聞は東京から大阪へ憲法全文を電信で送って号外を出し、時事新報は東京から熱海へ電話で記事を送行した。 日清戦争と日露戦争という二つの対外戦争は特に日本国民の関心が高く各社の号外合戦は両戦争時に最高潮に達した戦地が日本国外であるため戦況の情報入手は限られたが派遣した特派員からの電信による走行により取材力を整えた一部大手紙が速報では優位に立った日清戦争での号外合戦は 速報を競う争いであったのに対し、日露戦争でのそれは発行回数の争いで、連日の号外発行となることも珍しくなく、中には1日に5回発行した社もあった。大阪毎日新聞は、日露戦争中の約16ヶ月間に498回の号外を発行した。日露戦争中の号外合戦により、人々の間で日に何度も、 新聞を読む習慣ができたことは、放置新聞の有刊発行の成功につながった。戦争報道で号外が乱発される中、日清戦争中には、号外売りという新商売が現れた。彼らは号外を出しそうな新聞社を嗅ぎつけてその前に、集まり、号外が出た途端に、数百枚を買い込むや繁華街や近郊へと出向き、 買い値を上回る高値で売りさばくというもので、にわかに大金を設けたものが多かったので、人力社夫や建設作業員などから公害売りに転職するものもあったという、1924年6月、店員の休養を求める新聞販売店からの要望により、在京の有刊発行各社は、翌7月からの日曜有刊廃止の申し合わせに、調印した販売店員の休養のために、 新聞休館を要請する動きの始まりであるが、この申し合わせには、日曜日に号外を発行する場合には小売りに限り、これを販売し読者には配達せざること。この場合号外の大きさは、新聞紙4月レダイ課として、社国以外の広告はこれを掲載せざることの一行が盛り込まれた。1926年12月25日、東京日日新聞は、 大正天皇の法御を伝える号外の中で新しい言語は公文と制定される模様と報じた。しかし実際の新言語は昭和となったため、当日の特種は第五法となった。日本では1925年に開始されたラジオ放送は新聞界に大きな影響を及ぼした。初期には両者の関係は協力的でニュース番組の原稿は地元の新聞社、 通信社から無償提供されていたが、満州受験勃発に際して1931年9月19日に最初の臨時ニュースを放送して、以降、放送は速報において常に公害に先んじたため、日本放送協会にニュースを提供していた新聞社、通信社と紛争になり、両者の対立は以後しばらく続くこととなる。百三十七年七月のシナ 自変勃発以来、各新聞は毎日曜日にも夕刊定裁の公害を発行して選挙を報じた。これは同年9月12日に日曜夕刊が復活するまで続いた。1938年9月1日には新聞用紙供給制限令が施行され、商工省は王子政紙を通じて新聞用紙の供給を絞り、各社は本紙の原ページを迫られた。 この用紙統制の結果、号外は陽子難のために発行を封じられ、戦前期における号外合戦は終焉を迎えた。第二次世界大戦終戦後、陽子の心配がなくなった新聞会は再び大事件の折に号外合戦を繰り広げるようになったが、それが戦後最も活発に行われたのは1976年のロッキード義国事件の時であった。 6月22日の元丸紅専務、大久保敏春逮捕時は、朝日新聞が、京浜地区と京阪新地区で発行。7月8日の、全日本空輸社長、若狭徳次逮捕時は、毎日新聞、読売新聞が共に4本社で発行。7月13日の元丸紅社長、日山博史逮捕時は、毎日、読売の4本社と、東京新聞が発行。 朝日新聞大阪本社の号外発行は1970年のヨドゴハイジャック事件以来、朝日新聞東京本社と毎日新聞社の号外発行は1974年の三菱重工ビル爆破事件以来、読売新聞社の号外発行は1973年のドバイ日光機ハイジャック事件以来のことであった。そして7月27日の前内閣総理大臣。 田中角栄大保持には、朝日、毎日、読売は、統合版地域にも、号外を空輸して配布するなど、部数、エリアとも空前の規模で発行したほか、閣在教師をはじめ地方紙も24紙が号外を発行した。その後も東京都内では、8月20日の元運輸、政務次官、佐藤隆行大保持には、毎日が、8月21日の元運輸大臣、 橋本富三郎の任意出頭、逮捕時には、朝日、毎日、読売、東京が号外を発行した。そして9月9日には、中国共産党主席、毛沢東司去のニュースで、朝日、毎日、読売、東京が号外を発行し、この年の夏は、戦後最大の号外ラッシュとなった。事件から7年後の1983年10月12日に、 開かれた田中角栄の第一審判決公判で田中に懲役4年、追徴金5億円の実刑判決が言い渡された際も各新聞社は直ちに号外を発行している。1989年1月7日の昭和天皇法御のニュースは長官配達後の8時台に一報が流れたため各新聞社は直ちに号外を発行した。 この時は、日本新聞協会加盟83社の合計で、約2000万部の号外が発行され、ロッキード事件をはるかに超える規模の号外報道となった。1995年1月17日の5時46分に発生した兵庫県南部地震のニュースは、長官配達中に一報が流れたため、各新聞社は、同日7時までに、直ちに号外を発行した。 地元市の神戸新聞は震災発生直後に号外が発行された後、新聞制作システムが使用不能となり、京都新聞に紙面制作を委託して新聞の発行が続けられた。オウム新理教による一連の事件でも号外が発行された日は少なくなかった。1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件の一報が流れた際、 各新聞社は直ちに号外を発行した。地下鉄、サリン事件発生から2日後の3月22日に、オウム真理教の全施設が強制捜査に入った際や、同年5月16日に、教祖の朝原昌光が逮捕された際も、各新聞社は号外を発行している。日本時間の2003年3月20日午前、2001年9月11日に、 発生したアメリカ同時多発テロ事件の報復として、アメリカ合衆国などの多国籍軍が、イラク共和国に空爆を開始したのに始まったイラク。戦争勃発の際、各新聞社は直ちに号外を発行した。イラク戦争関連では、同年11月29日に発生した、イラク日本人外交官射殺事件の際にも、号外を発行している。さらに、同年12月14日夜、 元イラク大統領のサッターム・フセインが他国籍軍によって身柄を拘束された際、日本のメディアでも大きく伝えたが、翌日の長官が新聞休完日であったため、翌12月15日の朝、一部新聞社は特別号外としての形で、フセイン逮捕の記事を伝える号外を4ページで発行した。逮捕から3年後の2006年12月30日。 不正院の死刑執行の際にも、各新聞社は号外を発行している。2011年3月11日の15時前に発生した東北地方太平洋沖地震の一報が入った際、各新聞社は直ちに号外を発行した。これによって引き起こされた福島第一原子力発電所事故についても号外が発行されている。被災地の地方新聞の中には、地震等津波によって、 新聞の発行が困難になったところもある中、石巻日日新聞は水難を免れたロール紙を紙面台に切り出して、油性ペンで手書きする形で号外を制作し、壁新聞の形で避難所に掲示した。6日間にわたって発行された手書き号外は、ニュースジャーナリズム博物館ニュージアムで永久保存されることとなり、さらにこの活動に対して、 国際新聞編集者協会から特別報奨が送られている。日本時間の2013年9月8日、ブエノスアイレスで開かれた第125次、IOC 総会において2020年夏季オリンピックの開催都市が東京に決定した際、各新聞社は直ちに公害を発行した。当日は日曜日で夕刊はなく、翌9日は多くの社で新聞休館日であったため、 毎日新聞、読売新聞、産経新聞、秋田伊佐新報、岐阜新聞、新潟日報、大分合同新聞は8日朝、昼に特別号外の形で購読者に宅配した。他にも多くの社が号外を街頭配布したり、PDF 号外や張り出し号外を発行するなどして対応した。特に、読売新聞の発行したものは、号外としては、異例の全16ページ。 全面カラーで共産16社の広告も入っており、発行部数は3本社の計で842万2000部に達した。毎日新聞発行版は全4ページで5本、死者が49万9800部を発行。朝日新聞発行版は全4ページで5本、死者が26万7970部を発行。産経新聞発行版は全四ページで、週面は 産経スポーツの編集によるものであり、日本社が7万部を発行。東京新聞発行版は全4ページで5万5千部を発行。2015年11月13日のパリ、同時多発テロ事件は11時間もあった時差の関係でちょうど昼間だったことから、日本でも直ちに公害が発行された。2019年4月1日に新元号が令和と発表された際、 発行された号外をめぐって、奪い合いが起き、大阪駅前では、救急車が出動する事態となった。インターネットオークションでは、本来無料のはずの号外に2000円もの値がつく、例も見られた。新聞休館日に突発的な事件、事故、災害等が起こった場合には、通常の配布向け号外が発行されるだけでなく、宅配向けに特別号外が発行される場合がある。一例として、 2006年10月9日の北朝鮮の地下核実験の際は当日は祝日で有感はなく翌10日は休館日であったが読売新聞と日本経済新聞は10日朝に特別号外を発行して宅配した宅配向け以外で特別号外と称する場合もあり岩手日報は東日本大震災が起きた3月11日に12ページの 特別号外を2012年から毎年全国各地で配布している。東京、京都、松山の3都市に毎年配布しているほか、大きな災害等があった地域の県庁所在地においても街灯などで配布されている。2019年3月11日には特別号外を19,240部発行し、東京や札幌、岡山、広島、松山など7都市で配布した。 2020年3月11日の特別号外は東京のほか長野、京都、松山、那覇の5都市で配布している。なお、当該特別号外は配布先となる各県の新聞社のホームページでも無料公開されている。インターネットの普及した1990年代以降、新聞社によっては、 印刷配布された号外と同じ紙面イメージが社のウェブサイトにて PDF 形式で公開されている。過去に発行された電子号外の公開をそのまま続けている社もある。またインターネット版の新聞の配信サービスを開始している一部の新聞社では、これら配信サービス向けにも電子号外が配信される。電子号外ではないが、一部の新聞社は緊急ニュースを 携帯電話のメールアドレスに配信するサービスを行っており、これを号外メールなどと称しているケースもある。1868年から1995年に日本で発行された主要な号外の紙面を収録した書籍号外シリーズ1868から1995が全12巻で1995年から1997年に大空社から発行されている。 2008年には、重大事件を報じた号外の紙面と、その解説を掲載した、号外でわかる日本近代史、厳選100枚で振り返る、激動の130年が、ベストブックから発行されている。また、読売新聞社が1995年に、読売新聞号外に見る戦後50年を発行。朝日新聞社が2015年に、 朝日新聞号外戦1879年から1998年を Amazon.co.jp で発売したほか、2013年に朝日新聞総刊135周年記念号外祝刷版2018年に朝日新聞平成号外集総刊140周年記念を制作し購読者に配布販売所で販売するなどしたありがとうございます